はい、どうも。はい、おはようございます。おはようございます。いや、それは早い。食べ物の時間。はい。9時8分。おわ、6時起きだよ。6時起きだよ。6時起きだよ。普通の社会人ですね。何よ、何よ。今日も来てます。はい。ラプス。ラプス。カワープス。来たね。こっちにもあったわ、ラプス。ということはどうですか。さあ、ということで、はいよ、今日コーディネート違う、ラッピング古着のコーナーじゃないの、やってないっけ、やってないよ、ね、やってないよ、みんなのコーデ、なんか、はい、情報によりますと、はい、いただいた連絡によりますと、はい、ラッピング、はい、ほぼ完成してるというか、あ、そうなんだ、それほぼの部分が何なのかちょっと怖いんですけど、はいはいはい、まあ、ほぼできてるんだね、完成してる、行きますか、行きますか、久しぶりよ、行こう。さあ、来ました。おはようございます。来た、おはようございます。おお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 いいじゃん。おお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 おうわ、想像以上に可愛い。え、後ろ可愛いぞ。やば。いいじゃん。あ、ほぼってそういうことか。なんかちょっと貼られてないぞ。あ、ここが貼られてないんだ、ほら。てか、紫発色よ。いえ、入ってます。ねえ、そしてさ、こっち側が赤、紫で、あっちが黄色、緑にしたのもなんかいいね。なんかいいね。なんか、なんかバランスいいね。顔の感じが変わる感じがいい。いいじゃん、これちょっと待って、これ俺らの車、これ俺らの車、ていうかさ、こんな綺麗に貼れるんだ、すごい、やべえじゃねえかよ、もともとこうだったみたいで、これ先にね、あ、もう触ってる先に、で、まずまずさっきさ、匂い嗅いでるじゃん、何匂い嗅いでんだって言ったけど、ちょっと嗅ぎたい、みんなで嗅ごう一回、QR コードの匂いする、QR コードちょっと待って、ちょっと読み取れるわ、ゆでて、ゆでて、読み取れる、それ大事だからね、いいよ、よかった、あ、ほら来た、ユーチューブ、ちょっと待って、一旦いい、一旦いい、あの人一番見てるじゃないの、おーい、いいじゃん、いいよいいよ、でもそうなると考えるとコッシーずっと運転の方がいいかも、やだよやだよ、赤だから赤ちゃん、いいじゃん、これミスったよ、これはいいじゃん、確かに、それはいい、紫か黄色にした方が良かったんじゃない、確かにね、いや、めっちゃ可愛いぞ、めっちゃ可愛い、ありがとうございまして、本当今回お世話になりました、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、これはもう可愛いっすね。結構いろんな、まあ、メンバーカラーとかも入って、なんか可愛くはなってるかと思う。いや、めちゃくちゃ可愛いよ。これめちゃかわ、めちゃかわっすよ。だってこれで無料でいいってちょっと大丈夫かな。いいんですか本当に。すいませんね。ありがとうございます。ありがとうございます本当に。苦笑い全員。スーパー苦笑いで。ちょっと気になったこと言っていい？うん、いや、そうなの、これ、あ、ちょっと、ね、おちょっと待って、そっちもう行く、行っちゃおうか、これ、ここ、そうなんだよ、これは辰巳雄大主演、お、映画の主題歌、恋の主題歌、ここを繋いでよ、ここを、はい、宣伝に使えるらしい、給油口、そうなんだ、ちょっと、給油口、そうなんだ、いや、なんなら、東映ビデオさん、お、が、お、これちょっと提案してくださって、うん、おここに私たちがこのここ台出すんで、うん、DVD も出ますし、うん、ブルーレイ DVD も、うん、宣伝で使ってもよろしいですかというご提案をしてくださいまして、だから今後、はい、ミャンマーのみんなとか、はい、宣伝したいことがあるあったらここに貼るっていう、ここにね、だからちょっとこれ期間限定的なラッピングにはなるんですけど、そういうことか、なるほどね、いいね、でも剥がすのもなんか嫌になってくるね、
確かにね。これはこの給油口と後ろはどれ？確かに貼れてないよまだね。まあ皆さんと一緒に。あ、いいですね。マジ？俺らが貼るってことか。うわー、確かに自分たちの手で完成させたよね。そうだよね、まあ、ね、最後はね。ってことはその分あのお値段の方は下げていただけるってことですね。そうですね、そこはそうだね。技術者代がありがとうございます。いや、じゃあ貼るか、やってみるか。こうしないといけない。うわー、うわー、あー、なるほどなるほど。トモさん、この道何年ですか？大雑把に言うと40年。マジで？マジっすか？え、年下かと思ってたのに。お前ふざけんなよ。俺らは生まれてないっすか？それは生まれる前からやってるんだ、トマさん。そう、みんな練習用の練習用の。これさ、こっちに練習してこう、青にする。青によくね。5色目で、なんかいたずら。青よくない？マジでマジで。いいよ。青もらおうとしてんね。貼り方が。貼り方が青もらおうとしてる。この人。丁寧です。こう前から見たらいい感じかもよ。これ見て。いい。さすがの前にしといて。ほら。ここだけ青。いいかも。青いいじゃん。ここに青。ここに青。ほら。あ、なんか可愛い。可愛いよね。ちょっと残したまま、ちょっと一旦残したまま、うん、ね、一旦残したまま、せっかくね、練習して、せっかく練習したからね、こことか感じだよね。あ、じゃあちょうどいい。じゃあちょっと本ちゃんの方行ってみる。行く、行こうか。いよいよ給油口に。どんな感じ、一回手本見せてもらって一回。いや、もう腫れちゃうじゃん、それ腫れちゃうじゃねえか。出ちゃった、出ちゃったわ。こいつ一体何考えてんだろうと思って。今我慢してるよ、俺らもね。そうだよ。よし、行くよ。いや、あれ、これは何回失敗できるんですか？ちょっとすみません、2回。これは2回です。あ、2回あるってことは、何枚かあるってことだから、腫れてもいいってことか。ラグに行くね。上にもね、下にもどこでも。余っちゃったらもったいないもん。そうだよ、もったいないですよね。タマさん行くよ、はい、あ、このシートがほら、もう静電気で勝手に行く。本当だ、本当だ。これどこだ。よし、行くよ。押さえないとくっつかないから行きたい。あ、でもいいな、これ。これぐらい。タマさん、はい、タマさんいる、タマさん、俺の近くにいる。はい、もう少し左が上ですかね。あ、いい、合ってる、合ってるよ。よ、タマさん行くよ、真横へ。見てるよ、見てるよ。タマさん、タマさん、見てる。タマさん、タマさん、見てるよね。タマさん、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 もう手、タマさん、手、いいよ、タマさん、もう手、いいよ、もういいよ。これ映画ゴーストみたいになってる。映画ゴースト。はい。うおー、来てる来てる。あれ、いいんじゃない？いいよ、いいよ。成功です。成功、やったー、成功、成功、来た来た。え、でもこれ2枚残ったやつどうするんですか？パーティーます。まあ、もちろんお金払ってたけどね、その分の。我が我っていうね。一日この辺だろうかな。確かに、古着のワッペンとして買ってもいいってこと？あ、大丈夫、買ってこいよ、じゃあ。ちょっと待って、本当に、うん、本当に、じゃあ1回ね、1回ありだね。嘘だろ。だ、金メダルみたいに見えるんだ。俺があることによって、金メダルみたいに見えるんだ。なんか何これ、いいんじゃない。ちょっと待って、そもそもさ、青ありきで考えた。金メダル感あるんだ。じゃあ行くか、うん、行くよ、行こう行こう行こう。いいよいいよ。おろおろおろ、見ろ見ろ見ろ、どうですか。いいじゃんか。顔がすごい、顔ができた。よし、じゃあ後ろだよ。メインメインじゃメインだね。これはもう松福でお願いします。貼って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 、そっちだ、そっちだ、一旦こっちを、いったね、ゆっくり。あ、あ、あ、大丈夫です。アウト、あ、アウト。みんな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 
難しい難しい難しいんだからここ。あでもうまくいったかも。褒めて。よかったね。よかった。よし。すげえ、タマさんの大丈夫です。一番信用できると思う。ねえ、やばい。これは大丈夫さんにしてもらっていいですか。はい、大丈夫ですよ。大丈夫さん。大丈夫さん。大丈夫さんです。すいません、僕たちの曲で大丈夫さっていうのがあるんですよ。おお、なになになに、どういうこと、すごいすごいすごい、取って取って、こしはい、うわ、なんか、ピタッとピタッと、うわ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 、はいはいはい、すげえ面白い。もう一回やんない方がいい、もう一回やってもらえますよ。もうタマちゃんって呼んでない、まず今なんて言ってた、チャンピオンで嘘だよ、仲良くなっちゃってる。そんなそんなのね、先輩だもん、やる前タマさんだったのに。まあ仕上げとして一度、なるほど、仕上げはタマちゃん。歯磨きのやつじゃないんだから。え、でもこれは成功ですか。大成功。うわー、大つきましたよ、やったー、イエーイ、たまちゃん、すげえじゃん、大成功、大成功ですよ。よし、あれ1番あんじゃん、またある。1番余ったやつ もまた持ってってもいいんですか、こういう中、じゃあもちろんストックストックしよう、ストック、万が一これがね、確かに確かに、タラバガニ、あの余ってる余ってるホイチブここでいいじゃん。いいじゃん、子供のおもちゃにか。確かにミニ四駆のシール貼るときこんなになってたよね。端っこ残したままさ、子供のとき。福田主がスキージースキージースキージー1枚もらった。え、もらえるんですか、本当ですか、ブッシュさんの、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、ドライヤーの方も。あれ絶対高いな、あれ絶対高い、専用の。いや、完成しました、ありがとうございます。いやすごい、ありがとうございます、お世話になりました、ありがとうございます、やったー。で、もう今日これ乗ってっていう、そういうことでしょ。うわ、すげえ、街中走れんだよ。ありがとうございます。じゃあ行こう、行こう、もう行こう、行くか、行くか、乗って行くか、めっちゃ首振ってる、行こう行こう、行こう行こう行こう、本当乗る、時間もあれだし、もう行こう。あ、終わってないことあるでしょ。天然は怖いよ。いや、俺まだお金払ってないよ。あ、やべやべ、そうじゃん。じゃあ、何だろう、まあ、本来の会計の金額であれば、今回ですけどね、まあ、合計11万円。おー、11万円なんですけど、まあ、こういうビデオを買った方で1万円ちょっとサポートしてくれるので、うわ、高かった。ありがとうございます。今回の金額は、そうですね、アクシー、ありがとうございます、ありがとうございます。ます、カードも使えますよね、カードも使えます、だからもしカードだったらちょっと松に払っちゃってくれ、はい、お前それなんかポイントしないでしょ。なんか確かに、いやいや、楽天じゃん、あ、楽天ポイントカードつけようと思ってたろ、お前、いやでも俺いつも使ってるんだから、だからだから言ってんだよ、そういう風にやってんな、しょうがねえな、2万5000円、いい、いいって言っちゃった。いいよ。デビュー戦誰が運転するか。勝った人。勝った人は乗れる。せーの。最初はジャケポイ。勝った人はみんな乗るんでできる。せーの。最初はジャケポイ。ああ、デビュー戦俺だ。恥ずかしいかも。じゃあ自分のいろんなとこ乗る。いいね。いいよ。それそれ。ありがとうございました。今後ともちょっとよろしくお願いいたします。確かにね。すごい皆さんでした。イエーイ。じゃあ乗る、乗っちゃおう。乗っちゃおう。大丈夫かな、走った瞬間に集まってくるんじゃねえ。これ来たらもう。